哲学家とは哲学を教育研究することを目的として大学に置かれる学科の名称。主に哲学史の講義や古典文献の講読が行われている。日本では主に文学部、人文学部の下に哲学家がある。東洋哲学家が併設、包摂されていることもある。私学家、文学家と共に文学部の根幹をなすことから、哲事文とも言われる。 日本以外では単独の学部として設置されていることもある。ただし、日本の学部と海外の学部は必ずしも対応しない。現代の大学の源流にあたる中世ヨーロッパの大学では、進学部、法学部、医学部と並ぶ第四の学部として哲学部があった。ただし、ここでいう中世の哲学部は、現代でいう哲学家とは必ずしも対応せず、 むしろ、教養学部、教養課程、または、PhD という時のフィロソフィーに対応する。つまり、リベラルアーツ、または、進学、法学、医学以外のその他の学問を教育研究する学部だった。そのような中世の哲学部をめぐっては、カントが諸学部の争いで主題的に論じている。東洋哲学、東洋哲学。ありがとうございます。